ベルトルト2世のヒリヒバラ19世紀に作られた、ベルトルト2世ゾウケルン天皇ベルトルト2世、または、ベルトルト1世、フォン・ツェーリンゲンは、シュバーベン貴族のツェーリンゲン家の過疎で、ケルン天皇及び、ベローナ辺境を博。ベルトルト2世は、ベルトルト・フォン・フィリンゲンの子孫と考えられている。ベルトルト・フォン・フィリンゲンは、シュバーベン貴族でブライスガウの博であり、アハロルフィング家の親族であった。 初期のチェイリンゲン家は、ザクセン・朝の皇帝と、親密な関係にあった。ベルトルト・フォン・フィリンゲンの息子ビルヒティロハクは、998年に、皇帝夫三世の命に従い、貴族の中でも、対立強皇ヨハネス十六世に対する捕獲と、暴行に関与した。ベルトルト二世の母方に関しては、おそらく、ホーエン・シュタウフェン家の親族で、オルテナウ、トゥールガウ、ブライスガウ及び、 バールを支配したシュバーベンの白の一族であった。ベルトルトは、たちまちのうちに、シュバーベンで最も有力な白の一人にのし上がり、ザーリア・アーサの皇帝、ハインリヒ三世はベルトルトに、対し、当時オットー・ン・シュバインフルトが保持していた、シュバーベン行為を与えることを約束していた。しかし1057年の皇帝の死後、ハインリヒ三世の家父ワグネス・フォン・ポワトゥは、シュバーベン皇らいと領地を、 ルドルフ・フォン・ラインフェルデンに与えてしまった。ベルトルトは、シュバーベン行為を諦める代わりに、1六十一年に、エッツォ家のケルン天皇コ,コンラート三世が死去した後、ケルン天皇コーくらいとベローナ返京白衣を受け取った。この結果、チェイリンゲン家は、帝国諸行の家門に乗し上がることができた。ベルトルトは、チェイリンゲン家で、唯一のケルン天皇である。ケルンテン及びベローナでは、 前任者の越ッ家と同様に、よそ者とみなされ、在地貴族に受け入れられることがなかった。同時代の年代記念者、ランペルト・フォン・ヘルスフェルトによると、1072年、または1073年に位を宣告されたという。さらに、ベルドルトは女人検討層の際に、ドイツ王・ハインリヒ4世と不仲となり、1077年のカノッサの屈辱の後、 バイエルンコをベルフ一世と共に以前対立していたルドルフ・フォン・ラインフェルデンを対立王として擁立した。そこでハインリヒヨン世はウルムにおいて帝国議会を召集し、そこでベルドルトのケルンテン皇領を取り上げリュートルト・フォン・エッペンシュタインに与えた。リュートルトの祖父、アダルベロは1035年までケルンテン皇であった。ベルドルトはシュバーベンの所領に陰性したが、 そこでは何度もハインリヒ4世からの攻撃を撃退しなければならなかった。ベルトルトは翌年、リンブルク城で死去し、ヒルシャウ修道院に埋葬された。ヒルシャウ修道院は院長のビルヘルムによる修道院教会の建設をベルトルトが支援した場所であった。ベルトルトはザーリアーケノケルン天皇コ,コンラート2世の親族とミラレルリヒバラと結婚した。 少なくとも三人の息子と二人の娘がいる。二度目に、スカルポン家のモンベリアル・ファクティエリー一世の娘、ベアトリスと結婚した。最終的に、1 9 9 8年頃に、ホーエン・シュタウフェン家のフリードリヒ一世との合意により、ツェイリンゲン家は、ツェイリンゲン公の位を保持することとなり、公爵家としての地位を保持することができた。また、1 1 1 2年に、 ヘルマン1世の息子ヘルマン2世が、バーデン編強迫となった。ありがとうございます。